一体いつの段階から新型コロナウイルスにかかったということが分かったんだということをヒアリング、タイムラグがすごくあるんですよね。ナウキャスティングというところでですね、もう一個別のグラフを作ってるんですよね。当日分かってることなんですけど、過去を変えていくわけですよ。はい、ドイツ在住のジャーナリスト村上です。今日もですね、引き続き統計ナウキャスティング、新型コロナウイルスに関連してですね、PCR 検査で陽性が判明された方っていうのの、統計情報の取り扱いについて、日本という国とドイツという国、非常に違ったですね、取り扱い方をしているので、前回ですね、お見せしたように厚生労働省の、グラフがありますと。このグラフは、確定日別の人数としての集計ですから、検査をして、その検査をした結果が出た日がですね、その日付のところに棒グラフで表されてるというようなグラフで、こちらの方ですね、感染した週で本当に感染した日を把握しているわけではないですし、同時に発症した日をですね、把握しているわけではないというのが大きなポイントかなというふうに思います。で、今日ですね、使っていきたい資料としましては、一つはですね、このロベルト候補研が毎日、発表してます、日報というのがあるんですよね。で、これ今撮影しているの4月の17日で、4月の15日が、日本の情報もですね、ドイツの情報も両方ありましたので、こちらでですね、日報の方を、利用しております。で、使用するのは申し訳ないですけど、ドイツ語の方を使用させてくださいっていうのは、ロベルト候補研の方は英語とドイツ語と両方日報をですね、毎日毎日更新しているというような状況なんですけど、残念ながらですね、英語の方の情報って薄いんですよね。かなり走られてというか省略されてるんで、ドイツ語の方はやっぱり倍ぐらいの分量があったりするんで、ドイツ語の方の状況においてですね、皆さんに説明していきたいかなというふうに思います。で、ご存知のようにですね、日本と比べて非常にドイツでは、たくさんのですね、感染者が判明しております。同時にですね、ロックダウンに入って、もうすでにですね、3週目になるんですかね、そういった状況に置かれてまして、ようやくですね、これ撮影している日4月の17日なんですけど、4月の20日月曜日からですね、来週の月曜日から、ようやくですね、ロックダウンの緩和措置というのが徐々に行われるようにはなりましたけど、これ4月の15日のデータ見てもらったら数字すごいと思いません？日本と比べてですね、これまでに感染が判明した人がですね、12万7584名で、1日にですね、ロックダウンしながらも2486名のですね、陽性者が判明しておりますし、お亡くなりになられた方はすでに3254名になってます。で、毎日ですね、これ200人とか、この日は285名というふうに書かれてますけど、そういった規模でですね、人が亡くなりになられてると。同時にですね、12万7000人感染してるんですけど、確認されただけでもですね、7万2000人の人は、もう回復してますよということが、報告されてるのがですね、この一発目のですね、日報の扉にですね、来ております。で、この扉からですね、進んで、いくつかですね、日本のこういったですね、判明した日別のですね、確定した日別のグラフと同じような横軸に日付が来て、縦軸に人数が来るっていうグラフが2つあります。2つあります。このグラフとこのグラフなんですよね。二つあって、二つともですね、こっちはオレンジ色と青色、こっちは青色と黄色というような形で二つのグラフがあるんで、この二つのグラフについてですね、皆さんにちょっと説明していきたいなというふうに思います。で、まず一つ目ですね、これ PDF の方、概要欄に貼ってあるアドレスから飛んでいただいて、4ページ見てください。できればこれも切り出してですね、こちらの方に貼っておこうかなと思うんですけど、これ、こういう山形の青色のですね、グラフが、あるのがお見えになるかと思うんですが、このグラフ何かっていうと、日本の
このグラフと全く性格が同じですね。感染した日が確定した日、判明した日の集計を取ったグラフという形になっております。で、これ見てもらうとすごくよくわかるんですけど、週末きっちり休んでるんですよね。検査。で、大量のですね、PCR 検査やられてるんですけど、ドイツでも。ここにちっこい山があって、もう一つ山が来て、ドーン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 っていう形でですね、1、2、3、4、5、6、今のところですね、6つの山を確認することができるようになってます。で、6つの山ですね、これ隙間にですね、週末が挟まれてるということを理解していただけると分かりやすいかと思うんですけど、まあ、金、土、日、月ですね、そこのところは、やっぱり検査数の、数自体のスピードが落ちて、火、水、木というですね、日に検査数がコンと増えてですね、こういった形の山がですね、いくつも連なるようなグラフになっております。これは、当然ですね、検査する人たちのですね、働き方っていうところも、関係してくるでしょうし、日本でも若干ですね、曜日によって、そういったいろいろな傾向が見られるということが分かっておりますんで、確定した日でですね、グラフを書くと、こんな形になっております。で、一部ですね、ここのところにオレンジ色の、青色とは違う色でですね、グラフが書かれてるんですけど、このオレンジ色何かっていうと、一番最初の表紙でですね、記しましたように、2486人ですね、新たにロベルト保健の方に全国中からですね、PCR 検査して、陽性でしたよっていうような報告が来るんですけど、その報告が当日に来た日の集計がこのオレンジ色になっております。で、これオレンジ色の 日がですね、本日の4月15日だけではなくて、14日、13日、12日、11日っていう形で分かれてると思うんで、割り振られてると思うんですけど、これは、検査をしたにもかかわらず、ロベルト候補犬のところにですね、報告するのが何らかの形で遅れて、あるいは検査で確定したということを、その担当のお医者さんなり、本人なりですね、保健所なり、そういったところが、知るのが遅れて、何日に確定しましたよっていう情報が何日か遅れてロベルト候補犬の方に、データが集まるというような形になってますんで、必ずですね、その当日に分かったからって言ってここに2800人のグラフを引くんではなくて、その確定が判明した日に割り振ってですね、こういったグラフを書いてるということで、ナウキャスティング、これまあちょっと出てくるんですけど、当日分かってることなんですけど、過去を変えていくわけですよ。ということは、今日の4月15日のこのグラフの棒っていうのは、明日のデータ、明後日のデータで統計が集まってくる間の中でですね、書き換えられる可能性があるというような、考え方でですね、見ていただければいいのかなというふうに思います。こちらのですね、4ページの方のグラフが、判明した日別のですね、グラフとなりまして、これ往々にしてですね、メディアとかで、即時性を従事するようなニュースとかそういった番組で、今日何人の判明、感染者が判明しましたっていうような時に、使われるのはですね、好んでこちらの方のグラフを使われる傾向が多かったり、そもそもの話として、今日2486人陽性が判明して増えましたっていうような、この、当日に報告された数をですね、重視して、報道したりっていうような、即時性が必要な場合は、そちらの方をですね、使う傾向が多いようです。ただし、一般の市中の人たちに対して、対してというか取って、あるいは政治家にとってみてですね、何らかの対策しなきゃいけないとか、そういったことを考えている人、あるいは病院のベッドをどうしようっていうような形で考えている人たちにとってみてですね、前回の時も詳しくお話ししたように、感染してから無症状の期間があって、その期間中は誰もどこにどういった形で感染したかっていうのが判明しなくてですね、同時に発症してから数日間はですね、うちにいて安静にするように言われて、数日間様子がおかしいということから、お医者さんに行って、お医者さんの方の指示で PCR 検査をしてもらって、PCR 検査の方が結果が出るということで、タイムラグがすごくあるんですよね。ですから、
結構これですね、2月の、初旬の方の統計を取り始めたところからですね、ロベルト候補犬の方が勢力をつけ尽くしてですね、感染した人に対して、それでは感染した人は一体いつの段階から自覚症状で、何らかの、新型コロナウイルスにかかったということが分かったんだということをヒアリングしております。で、これをヒアリングするとですね、当然先ほどのグラフは検査した日のですね、グラフですから、週末にですね、こう穴が開いてるのがお分かりだと思うんですけど、感染する日に週末じゃないってあんま関係ないんですよね。ですからどういうグラフになるかというと、こちらの方のですねグラフになります。こちらの青いグラフを見てください。黄色のところはですね別として、青いところを見ていただくと、PCR 検査で陽性になりましたよ、陽性になった人がいつから発症しましたか、その発症した日をここのグラフに入れていくというような形で書かれたのがこの青いグラフで、これを見るとですね、ほぼほぼ週末だけ少ないというような傾向はあまりなくて、一様にですね山がこう上がって、その山が徐々にこう下がっていく様子っていうのがお分かりになるかなというふうに思います。ただし中には無症状だけど、同居人が感染したから自分も検査を受けた、あるいは何らかの形で危険なですね、新型コロナウイルスが多いと言われているような地域に行ってきたんで、濃厚接触した可能性があるから、そういったことを相談して無症状だけども、検査してもらう、あるいはいつって聞かれてもまあちょっとわかんないなっていう人もいらっしゃると思うんですよね。そういった人たちには、日付が確定できませんので、この日報のグラフ上ではですね、この黄色いグラフで表して、最終的にこちらと全く同じなんですけど、確定日、検査の確定日というところでのグラフをこの上に乗っけてですね、トータルでのこの数というのは、こちらの方のグラフもこちらの方のグラフも全く同じになるようにして、いくらかでもですね、毎日毎日の日報の中でできる限りこの青いところのですね傾向が分かりやすく、かつですねこの黄色いところがあまりにも大きな変化を何らかの形でしてないのかというのを、観測していくというような形で、毎日の日報というのは作られております。で、2週間に1回以前はですね、それから今は1週間に1回程度になったんですけど、今度は、ようやく本題に入りますけど、ナウキャスティングというところでですね、もう1個別のグラフを作ってるんですよね。これが PDF で言うとですね、6ページになります。6ページ、ナウキャスティング、いいですか。感染が判明した日のグラフに同時に、審査結果が出た日のグラフに、ナウキャスティングという手法を用いて、実際に感染者が発症しただろうというですね、グラフをですね、作ってるわけなんで、こちらの方についてのですね、説明というのも、もう一回区切ってですね、その時間になってしまうんですけど、少し詳しくですね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。ということで、連続の講座なんで、まあ、パンパンパンとこうアップもしていこうかなとは思うんですけど、もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、また皆さんの前でお話しできれば幸いに思います。それじゃどうも、次回またよろしくお願いします。